今度の食事会は高級お肉。正直今回も安物のパーティーを考えてたからめちゃくちゃ嬉しい。いつもはできるだけお金がかからないようにパーティーしてるもんね。子供も来るからあまり高級なものは食べれなかったりするし。せっかくのお家でのパーティーなのに安物なんて嫌。いつもこれぐらい豪勢なパーティーの方がいいな。金額が高すぎるとみんな不参加になっちゃうから、多くの人が楽しめる方がいいと思わない？私は私が楽しめればいいと思ってるわ。あ、そう。だって3000円のオードブルなんて安っぽすぎると思わない？なるみさんは高級タワーマンションに住んでるんだから私と同じ意見よね。オードブルすごく美味しいし、子供だって喜んで食べてるから問題はないんじゃない？嘘でしょ、あなた貧乏舌だったのね。なんかがっかりしたかも。勝手に期待されて勝手にがっかりされてもね。今回は高級お肉を堪能できるんだから楽しまないと。本当は子供とママさんだけの参加でよかったのに、今回はパパさんも参加するんだってね。たまには交流を深めようってことになったから。家を貸してくれる本田さんの家結構広いし。確かにあそこの一軒家すごく広いわよね。今回だって20人ぐらいのパーティーになるんでしょ？そうみたいだね。結構大きめの食事会になる。確かマリコさんは集金係を任されてるんだっけ？お金関係は全部私と私の旦那が管理することになってるの。なるみさん、忘れずにちゃんとお金持ってきてよね。もちろん忘れずにちゃんと渡す。私と旦那がお肉を買って当日は家に向かうから。よろしく。私たちがいないとせっかくの食事が始まらないんでしょ。任せなさい。それじゃあ食事会楽しみにしてるから、また。はーい、サプライズも用意してるから楽しみにしてて。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友のマリコさん。今度大きめの食事会をママさん主催で開催することになった。参加できる人はパパさんを連れてくるって話になって、今回はちょっと高めのお肉だからみんな楽しみにしてる。私の子供もすごく楽しみにしてたんだけど、当日ある事件が。食事会当日。そっちはもう準備ができてる感じ？こっちは大方準備できたかな。お菓子とか飲み物も揃ってるし。お菓子とか飲み物って私が集めたお金から買うんじゃないの？やっぱりお世話になるからって差し入れでみんないろいろ買ってきてる。なるほど、そういうことね。あとは主役の高級お肉が到着するのを待つだけって感じかしら。そんなところ、子供たちは今元気に遊んでるし、私たちはおしゃべりタイムかな。確か11時半過ぎくらいに家に着くんだっけ。私たちが持ってくるお肉がなかったら今日は何を食べるの？それってどういう意味の質問？私たちがお肉を持ってくるって信じてるのね。さっきから意味がわからないんだけど。なるみさんたちから集めたこのお金は私が使います。は？このお金を使って高級お肉を買って、私たち家族だけで楽しむの。20人前なんて食べきれるかしら。お金を猫ババするつもり？だってこんな大金があるんだったら自分たちだけで楽しみたいに決まってるじゃん。なんでわざわざそっちに配達しないといけないのよ。そのためのお金でしょ。あなたたち家族にいい思いをさせるために渡したお金じゃない。残念でした。そんなこと言ってもお金はもう返ってきません。あなたもしかして最初からそのつもりで？そのために今回の集金役を買って出たんだから当たり前でしょ。最低。あなたたちが必死に汗水垂らして働いて稼いだお金で食べるお肉最高。全部私たち家族で食べちゃいます。まあ知ってたけどね。え？あなたたち夫婦がそんな考えだってことは知ってる。何適当なこと言ってんのよ。そんなはずない。完璧な計画なんだから。完璧な計画とやらお酒の席でペラペラと他人に話してよかったの？え？お酒の席で喋ったって。もしかして旦那がやらかした？喋ったのはあなただよ、アフォー。私そんなことした記憶ないんだけど。お酒を飲んでベロベロになってたんだから記憶なんてなくて当然。ベロベロになって記憶がないって、もしかして？ちょうど1ヶ月前にあなたママさんたちと飲みに行ったでしょ。その時他のママさんに集金役するの珍しいねって言われた時に、お金を集めた後に盗むつもりだって言ってたって聞いてさ。
ちょっと待って、私が本当にそんなこと言ってたの？いくら酔ってたからって。お酒飲んだ時って判断力なくなるよね。隠したい話もペラペラと喋っちゃうのは間抜けだけど。そんな、だからさ。でも大丈夫、お金はここにあるから。私の旦那にお金を任せたってことは冗談か何かだと思って聞き逃してたってことでしょ。それを今思い出して気づいたところで、お金は私たちの手元にある。だから最後まで話聞きなよ、このドアホ。ドアホ？あなたってお金のことになると見境ないところがあるから、みんなすぐに信じた。じゃあなんで私たち夫婦にお金を任せたのよ。やっぱり気づいてなかったんだ。封筒の中身見てないの？封筒の中身なんて見てないわよ。人数分あるかの確認しかしてない。あなたが本当に集金役をするんだったら、お金の確認ぐらいするでしょ。今日この日まで連絡来てないってことは、あなたは集金役をちゃんとする気がなかったってこと。ちょっと待って、もしかして封筒の中身って、今すぐ確認しないと。何これ。あなたがもしちゃんと金額を確認していれば、こんなことにはならなかったのに。何よこれ、お金なんて1円も入ってないじゃない。みんな適当にそれっぽいものを入れるようにってことだったんだけど、どんなものが入ってたの？子供が書いた落書きがいっぱい入ってるやつとか、1万円札のメモ帳みたいなやつとか。みんな好き勝手にいろんなもの入れてるね。もしあなたが本当にちゃんとお金を管理してくれるつもりだったら、バレた時点で謝るつもりだった。だけどあなたは当日まで気づかなかった。ちょっと待ってよ。けど私、お肉20人前予約して、あとお金払うだけなんだけど。ここにお金がないってことはどうなるの？私たちは別で予約をして、ちゃんとお肉は目の前にあるから、そのお肉はあなたたち夫婦が買い取りってことかな。なあなたたちが私のことを騙したんだから、お金払いなさいよ。先に私たちのことを騙したのはあなたたち夫婦でしょ。だいたいこんなことをして、これから先の近所付き合いどうするつもりだったの？だって私たちもう少しで引っ越しするから、だから最後にいい思いしようと思って。それがこんな結果になるなんてね。まあ全部自業自得だけど。それじゃあそろそろ食事が始まるから、もう LINE してこないで。というか LINE ブロックするから、バイバイ。待って、なるみさん。新しい土地でもお元気で。なるみさん。ゆりとひまわりとマリコのライン。お肉をたくさん食べれてとても幸せでした。お肉を食べながら喋らないでください。だってすごく美味しくて箸が止まらないんだもん。その体のどこにあの量のお肉が消えるのか謎すぎます。二人とも高級お肉を堪能してるのね。ずるい、こっちは最悪な状態に陥ってるっていうのに。私たちのお金を猫ババしようとしてたんですね。バレなきゃいい精神なんて最低です。うるさいわね。結局こっちは支払いができないなら警察を呼ぶとか言われて、旦那が今必死にお金をかき集めているところ。全然旦那帰ってこないし、店長からは睨まれるし。全部自業自得じゃないですか。違う、私たちは何も悪くない。車の中では旦那様と大喧嘩していたようですが、どっちもどっちのクズ野郎ですよ。なんでこんなことになるの。最後にいい思いをしようと思っただけなのに。何をこの世の終わりみたいな顔をしているんですか。あなたが地獄に落ちるのはこれからですよ。はあ。私は成美さんに迷惑をかけた人のことを絶対に許しません。だって私は成美さんのことが大好きだから。あなたが引っ越していくかどうかなんて関係なく、ユリは絶対に仕返ししますよ。粘着質で細かい女ですからね。ん？何か言いました？このパッパラパーは。何も言ってません。成美さんとあなたたちが仲いいの知ってるわ。特にゆりさん、あなたって裏の人と組んでいろいろ悪さしてるんでしょ。そんなことしていませんよ。ゆりは単体でやばいからやばいんです。そんなの何の説明にもなってないわ。そんなことより、ここのお金どうすればいいのよ。旦那様はいろんな人にお金を貸してほしいと連絡しているみたいですが、みんなから無視されています。旦那はそれなりに友達も多いはずなのに。それより、なんでユリがそんなことを知っているか気にならないんですか？あ、言われてみればそうね。
それは…それはユリがあなたのことを調べ尽くしているからですよ。なんであなたが自慢げなんですか。何が？なるみさんに迷惑をかけた人のことをユリは調べ尽くします。だからきっとあなたのこともあなたの旦那さんのことも全部調べられてます。だから今の旦那の状態も知ってるってそう言いたいの？あなたが言うように旦那様はお友達が多いようですね。そうでしょ？旦那は結構顔が広い方なんだから。それって顔の面積が広いってことですか？それともズーズーしくて顔がでかいってことですか？ちょっと人の旦那バカにしてんじゃないわよ。そうですよ、ひまわり、そんなことを言ってはいけません。いくら事実であろうと、この夫婦は確かにズーズーしくて顔が大きいですが、そんなこと言ってはいけません。あなたも結局言ってるじゃない。あら、失礼しました。松野さん、吉美さん、高木さん、忍さん。それって何の名前ですか？その人たちは旦那が仲良くしてるお友達の名前だけど、そんなことを知ってるってアピールしてきて、本当に旦那のことを知ってるみたいだけど、それが何なのよ。旦那様のお友達とあなたのお友達に本当のことを教えてあげました。本当のこと？旦那様は会社で横領をしていて、もう少しでクビになること、あなたはいろんなところでお金を巻き上げてる最低女だってことを話したそうですよ。私から聞いた情報なのに、自分がまるで知っていたみたい。まったく、ひまわりは誰に似たのか。ちょっと待って、私のことを話すのはいいとしても、旦那がクビ？自分の悪事のことは否定もしないんですね。別に他の友達からなんて思われようとどうでもいいから。それよりクビって何なのよ。旦那は昇格して、それで大きな店舗に行くってことで引っ越しするのに。旦那様は横領していてクビになり、それが恥ずかしいから引っ越しをするんですよ。そんなの聞いてない。退職金は？そんなのあるわけないじゃないですか。会社にお金払う側ですよ。あいつふざけやがって。だから今回もお金を盗むことにノリノリだったのね。なんだかおかしいと思ってたのよ。引っ越し費用だってバカにならないのに、お金はあるんですかね。っていうか、今思ったけど、旦那の友達に連絡ってあんたヤバ。今気づいたんですか？あなたってちょっと抜けてますね。あなたにだけは言われたくないわ。前の会社をクビになって、次の会社なんてすぐに見つかるわけもありません。旦那様は隠しきれると本気で思っているんでしょうか。絶対に無理なのにアホ夫婦ですね。なんで私まで一緒にされなきゃいけないのよ。実際今日のずさんな計画が成功すると思っていた似た者夫婦ですよね。ねえ、なんだかテンションが高いですね、ひまわり。めんどくさい。実は私、このワインだけはダメ。こっちは何も飲めないっていうのに、自分たちはお酒を飲むなんて。ふわふわポカポカ楽しい。あなたの面倒を見るのはごめんですよ。だいたいあれだけ酒に強いひまわりが、そんなにすぐ酔うなんて、何飲んだんですか？そんなに酔わないけど、ふわふわになるお酒が一個だけあるんだよね。それは後ですぐ教えなさい。あなたには今後飲ませません。そんな冷たいこと言わないでよ、ユーリー。本当はいつも優しいくせに。私を無視するな。まだいたんですね、ザコ。え、私はこのアホの世話で大変なんです。なるみさんに迷惑をかけないように見とかないと。あなたがまだ私たちに用があるというなら話を聞きます。今以上の地獄を見たければ話しかけてください。え、いや、その、あのですね、ちょっと助けてもらえないかと思いまして。なるみさんに迷惑をかけたあなたを助けるわけないです。そうだそうだ。ダメだこいつ。私は忙しいので、今後私やなるみさんに関わらないでください。いいですね。はい。絶対に迷惑をかけないんで、どうにか助けてくれないでしょうか。しつこい。ごめんなさい。その後、なんとか旦那さんがお金をかき集めてきて、支払いはできたみたい。だけど20人前のお肉なんて食べきれるわけもなく、半分以上捨てることになったんだって。もったいないし最低すぎ。旦那さんは会社をクビになったことを話しておらず大喧嘩。どっちも考え方がゲスすぎる似た者夫婦。
今回痛い目を見たからこれからおとなしくしてるかと思ったら、二人で万引きを働いたらしく、今は二人とも捕まってる。本当に考えることが幼稚でアホで最後まで救いようがなかったな。そういえば酔っ払ったひまわりだけど、ベロベロになっていた割にはいつもと変わんなかった。まあいつもより饒舌でユリに絡んでたけど、ユリは心底嫌そうな顔してたな。あの後私に迷惑をかけたらダメだからってひまわりのことを家まで送っていったみたい。最初の頃からは考えられないくらい仲良くなったよね、あの二人。もう本当にうちの嫁ったらどうしてこうなのかしら。あれ、恵子さんどうしたの？ちょっと聞いてよ水木さん。昨日ね、私の誕生日だったのよ。そうしたらね、嫁から大量のプレゼントが送られてきたの。へえ、そうなんだ。いいじゃん。よくないわよ。何かおかしいものだったの？なんかシュラリスとかいうブランドのカーディガンと、あとはシュラヤの羊羹とフルーツ大福セット、それとお花と、あとはシュラ堂のスキンケアセットね。うわ、めちゃくちゃ豪華だね。シュラヤの羊羹とフルーツ大福なんて人気すぎてなかなか手に入らないもんね。あのね、私が求めてるのはこういうのじゃないの。え、何が悪かったの？もうプレゼントで欲しいものフルセットって感じなんだけど。私に会いたくないから送ってよこしたのよ。そういう魂胆が見え見え、気分悪いじゃない。別にそういうわけじゃないでしょう。家だって近いんだから会いに来るべきでしょ。それで一緒にお食事して、孫ちゃんと写真も撮って。あの嫁はそういう気遣いが足りないのよ。全く本当にダメ。しつけをし直さないとダメだわ。ちゃんと課長に従うような嫁にしないと。でもカナさんのところ今すごく忙しいんでしょ。繁忙期でご夫婦揃って外資系にお勤めだもんね。だいたいいつまで外で働いてるんだか、私が笑われちゃうわよ。働き詰めの嫁なんて。嫁なんだから同居するべきでしょ。私だってそうしてきたんだから。うちも同居してないよ。水木さんのところは結構行き来してるんでしょ。この間も義両親が野菜持ってきてたじゃない。そうそう、両親も義両親も家庭菜園やっててさ、おかげで野菜には困らなくなったね。私も家庭菜園やりたいけど、きっとあの嫁じゃダメね。どうせ仕事ばっかりやって家事なんてやってないだろうし。ああ、早く同居して家の中を片付けたいわ。私も何度か行ったことあるけど、かなさんの家綺麗だよ。お料理も上手だし、というか、恵子さん、嫁憎しになっちゃってない？え？どういうこと？ほら、嫁姑ってさ、なんとなくだけど気まずい関係じゃない？だからどんなにいい人だったとしても、嫁と姑ってだけでなんとなく憎く見えちゃうとか。そんなんじゃないわよ。あの子はね、私の理想の嫁とは違うの。だってね、私は旦那に先立たれて寂しいのよ。普通だったら同居しましょうって言ってくるものでしょ。まったく、血も涙もない女なんだわ。今の段階でこんな関係なのに、同居してうまくやっていけるの？今のままの方がまだマシなんじゃない？いいのよ。だって嫁は今回に従うものでしょ。私だってそうやってやってきたんだから、カナさんにもそうしてもらわないと。そのためにもまずは同居よ。明治大正の話してるの？昭和よ。今はもう令和だよ。時代が違うって。カナさん忙しい中かなり頑張ってると思うけど。そんなことよりも私は同居したいのよ。私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学1年生の娘、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸と毎日仲良く暮らしています。恵子さんは近所に住んでいる方で、町内会だったりとか結構いろんな場面で関わることが多い人なの。そして恵子さんのお嫁さんでかなさんって人がいるんだけど、かなさんは私のママ友なんだよね。なんだけどさ、恵子さんの嫁批判がだんだんとエスカレートしてるの。そりゃ誰にだって理想の嫁像みたいなものはあると思うよ。でもそれを押し付けるのは違うじゃない。かなさんはすごく頑張っているのに、ああでもないこうでもない、ひたすらかなさんの悪口を聞かされるようになってね。どうやら最近同居したくて焦っているみたい。かなさんのとこ新築を建てているから、それが狙いなのかな。みずきとかなの LINE。 みずきさん本当にごめんね。うちの子面倒見てくれて本当にありがとう。今仕事終わったからダッシュで帰るわ。
娘ちゃん、千秋と一緒に遊んでるから心配しないで。てか、道路ツルツルでしょ？焦らなくていいから。ありがとう。いつもは私か旦那、どっちかが定時で上がるようにしてるんだけど、今日はどっちも無理でさ。本当に助かったよ。それに、義母からも連絡言ってたでしょ？まあね。本当に困っちゃった。なんか、恵子さん同居同居って連呼するようになったよね、最近。うん。ほら、一戸建てを建ててるでしょ？息子夫婦が一戸建てを建てたのに、同居に誘わないなんておかしい。そう言って、旦那にも頻繁に連絡してるの。そりゃ大変だ。でも、恵子さんと同居するのは正直大変だろうね。昭和のお母ちゃんだからね。悪い人じゃないんだけど、言うこともきついから、いずれ介護とかをする時が来るのかもしれないけど、今は仕事も頑張りたいし、ストレス増やしたくないかな。かなさん、キャリアウーマンだもんね。私も見習わないと。やだ。お互い頑張りましょう。うん。この通り、かなさんはハキハキしていて気持ちのいい人。バリバリのキャリアウーマンで、見習うところが多いよ。うちの千秋を預かってもらったこともあるし、お互い困った時はお互い様って感じなの。でもね、ついに新居が完成した後、姑の恵子さんがいろいろ動き出したんだよ。かなと恵子のLINE。ちょっとお母さん、この荷物は何ですか？それは私の洋服ね。いや、なんで我が家にお母さんの服を送るんですか？息子の家に母親の服があっちゃおかしいの？私だってね、昔は姑のものが家にたくさんあったんだから。いきなり送られてきても困りますよ。なーに？あんた嫁のくせに生意気なんだよ。いつもそうやって人の話を聞かない。嫁っていうのは姑の言うことを聞くものなんだ。7000万の家を建てたんだろ？同居してくださいと頭を下げな。そうですね。そうします。え？ただし、我が家には我が家のルールがあります。あんたの決めたルール？私と夫で話し合って決めたルールですよ。ほとんどは夫が決めました。お母さん、いつも言ってますよね。女衆は男衆の言うことを聞くものだって。まあそうね。ただ本当にルールが細かくて大変なんです。なので最初は同居ではなくお試しでいかがです？小さなボストンバッグでも持ってきていただいて数日間。あんたもやるようになったわね。いいわ。その数日間で私の主婦力を見せつけてあげるから。数日後。もう嫌よ。あれ、恵子さんどうしたの？今息子さん夫婦のところでお試し同居してるんでしょ？いいね。同居したがってたし、よかったね。よくなんかないわよ。どうしたの？我が息子ながらおかしいわよ、あの夫婦。朝は3時に起きて家事やら家でも仕事とかしてるし、そんな生活なのになんで家の中がピカピカなの？そりゃそうでしょう。あの二人かなり仕事ができるご夫婦だもの。普段話していると穏やかで明るい二人だけど、実際にはかなりの完璧主義者だよ。うちの息子、昔からうるさいとは思ってたけど、洗濯物の畳み方一つだって綺麗にピッチリしていないと怒られるのよ。この間なんて深夜に怒られたんだから。そのくらいどうでもいいじゃないの。どうでもいいと思う範囲は人によって違うでしょ。だからといって朝も早くて夜は遅いし、掃除もうるさいし、全然私のペースでやれないわよ。恵子さんは主婦力のある自分が息子夫婦を強制するくらいでいたのかもしれないけどさ、実際には逆だったね。私の荷物だって息子に捨てられたのよ。何よ、ボロボロになった服だって着れるんだからいいじゃないの。そりゃ家の中で着るならいいけど、恵子さんの場合はさ、それ着て出かけるからダメなんでしょ。もう水木さんも味方になってくれないのね。だって課長に従うのが恵子さんのルールなんでしょ。それにかなさんご夫婦もルールもあるわけだし、仕方ないよね。もういい。翌日。水木さん助けて。もう嫌、こんな生活嫌。どうしたの？今日はお休みだからゆっくりできると思ったのに、これからみんなで登山だっていうの。登山の帰りに借りてる畑があるから、そこで畑仕事して、最後にジム寄って水泳するって、これがルールだっていうのよ。健康的なルールだこと。私、甘いものだって食べさせてもらえないのよ。
健康に悪いから果物だけ、それも決められた量。そんな人生つまらないわよ。大福食べたい。恵子さん、羊羹大福好きだよね。フルーツ大福も好きって言ってたっけ。そうよ、大好きだけど食べられないなんてストレスたまるわよ。そういえばこの間のお誕生日、修羅屋の羊羹とフルーツ大福もらったんだっけ。え、そうだけど。美味しかっただろうな。あそこはネット販売とかやってないし、早めに申し込んで待つしかないんだよね。そうなの？ネットでポチッとやったんじゃないの？かなさん、恵子さんのために早めに申し込んであったんだよ。さあ、私もおやつ食べよっと。恵子さんも頑張ってね。そんな。こんな感じで恵子さんのお試し同居は終わったよ。終わった頃にはもうげっそりしてたっけ。もともと恵子さんの体型はふっくらというか、でっぷりというか、かなり膝にきそうな体型でさ、肌荒れもひどかったの。でもお試し同居している間に痩せて、肌ツヤも良くなってたよ。まあもう同居はコリゴリだって言ってたけどね。みずきとかなのライン。お疲れ様。いや、みずきさんのアイデア最高だったよ。実際に同居したらどうなるかを経験してもらった方がお母さんには効くんだね。そりゃそうだよ。かなさんのところはすごいもの。でもいつもより厳しめだったでしょう。もちろん、ジムは行くけどさ、登山はそこまで行かないよ。忙しいし、家事だって料理だっていつもはもっと適当。洗濯物の畳み方だってそこまできっちりじゃないし。でもこの期間は頑張ったよ。まあ恵子さんは口で言ってもわからないだろうし。うん、最初はひどかったよ。嫁とはこうあるべきみたいな感じでいろいろ始めちゃってさ。でも旦那がその都度叱ってくれるからだんだん元気なくなっていったっけ。でもさ、長い目で見たらこの方がいいと思うんだ。お母さんのためにもね。いいきっかけになるといいね。うん。数ヶ月後。ちょっと水木さん、今いいかしら。どうしたの？ほら、うちの嫁よ。あの子そろそろ誕生日でしょ？そうだね。いや、それでだからさ。どうしたの？なんていうかね。ほら、私は和菓子が好きじゃない？それで、ごめんね、仕事が忙しいから。あ、いっけない。そういえばかなさんのプレゼント注文しないと。何を注文するの？かなさん毎日お疲れだからね。ハーブティーのセットだよ。そういえば新しいミキサーも欲しいって言ってたな。どっちにしようかな。ミキサー？うん、今駅前の家電量販店ですごくおすすめされてるやつ。ピンク色で可愛いし多機能なんだよね。でもちょっとお高めだから私はハーブティーにしようっと。そう。じゃあ私仕事だから。うん、そうね、私も出かけるわ。じゃあね。ふふふ。その後、かなさんの誕生日にはお姑さんからミキサーが送られたよ。ピンクの可愛いやつね。それと小花柄のマグカップ。恵子さんは自分自身もお姑さんと同居して苦労してきたんだ。だからこそ嫁姑はこうあるべきみたいなのが染みついちゃってたんだよね。それがあの厳しい数日間の同居で少し洗い流されたのかな。一緒に生活をすることでかなさんがどれだけ頑張っているのかもわかるようになったみたい。かなさんが自分を気にかけていてくれたこともね。この間なんて休日一緒にランチに行ったらしいよ。てか恵子さんがツンデレっぽくなってるような。ツンデレといえばうちのニャニャマルがさ、旦那にツンデレするの。ツンツンした態度を取ったかと思いきや落ち込んでる旦那にスリスリ。もう旦那大喜びしちゃってさ、毎日スキップしながら帰ってくるの。そんな旦那をツンツンしながら出迎えるニャニャマル、幸せそうだね。そういえば明日は義両親が遊びに来るんだ。ニャニャマルにおもちゃ買ってくれたらしいよ。よかったね。千秋とたくさん遊びな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。